足を前後に使う、ハムストリングスの使い方、足の裏側の使い方ですね。でバックスイングの時のこの足の使い方ですと、こう前に膝が出るっていうことからのこの切り返してここのクラブを折るような使い方、これが前後の使い方なんですね。だからこう体をですね、こうバックスイングした時にこう膝が前後に出ていくことが別に悪いことじゃない、ちょっと格好良くないんですが、イメージ的な話ですね。こう回転というイメージがあるんですけど、こう前後の動き、まあ、結果的にこれが回転という意味なんですね。前後、こう前後に動く。そうすると裏側の筋肉、ハムストリングスも使えるってことですね。バックスイングからここで前後に膝を使う感覚、回転というのは結局前後の動きと同じことですから、こうバックスイング何も動かさないね、下半身を止めろみたいな、動かさないってことではなくて、こう前後に使う技術っていうのもあるんですね。ですからまずバックスイングで膝が前に出て、ね、そこからこう自分の中ではこれ縦に前後に動かしてるような感覚です。こういうイメージ、まあ結果的に回転というふうになるんですね。ですから、まあ膝が前に出たりね、両方の膝が前に出ることを怖がらずに、このようにね、まあ、結局これが走ったり歩いたりということと変わらない、酷似した動きになるんですね。そうすると腕の振りも鋭くなるということですから、この足の使い方ですね、前後の動き、まあ、ちょっと練習してみて、こういう使い方練習してみるとね、分かってきますんで、これで腕の振り鋭くして、飛距離アップ、つなげてみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日更新しております。見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。